この間俺動物園行ったんですよ天王寺動物園にいいねそれだけでおもろいってお前なんでなんでお前俺が動物園行っただけで笑うのいやいやなんか何を求めたかが全く想像つけへんねんシュッとした人やったらなんかこう感性を磨くためにええ行くんかなんか分からんけど動物好きな人なんかなと思うかもしれんし何にも当てはまなんで行ったんか分からへんなんとなく行くところもなかったしまあちょっと時間あった時になんかせなもったいないなとちょっと思ってなるほどなるほどちょっと友達と動物園行ったんですけど、うん、ほんな天王寺動物園ってな、うん、猿のコーナーあんのやああ室内やね猿山とかじゃないのよあいろんな種類の猿ねあるねそうそうほんまに2畳分ぐらいの大きさの檻にあ、まあ、例えばドリルという猿がおって、うんうんうん、あでその横にはまあまあテナガザルとかおって、うんうんうん、でその横に何とかいう猿がおって、うん、その横にまたドリルがおんねんけどあれなんでドリル2つねなんか7軒ぐらいある猿のゾーンの中に、うん、ドリルっていうやつ3回出てきとるそれなのにマンドリルでの他のはなんたらドリルってちゃうドリルドリルとしか書いてないあの顔が真っ黒でおるな怖いやつらなんか鉄みたいなフライパンみたいな色のここはこいつなんやみたいな盛り上がったんや、うん、1個目のドリルで、うん、わあドリルよかったなー言って次見てこれもええけどやっぱドリルやなー思ったら次もう一回ドリルもう一回見れたああ分かってねえよな天王寺動物園もなるほどここでちょいちょいドリル入れた方が刺激的やでというそ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 の狭い中に親子ですかね、うん、あそれ見てて「ああかわいいなこれが猿か」うん、見てて飼育係の人がパーって俺らの方横来てね「この頃は夫婦や子供産んで」みたいなことを言うて「ああそうですか」って言うてんけど、うん、その飼育係のおっちゃんが来た途端に、うん、その中の猿がブワーこっち窓ガラスのとこバチッバチッ叩き出してめっちゃ恨み買ってるやんなんかおこらーなってんねん俺やっぱ喜んでるんですか言ったらいや恨んどんねん俺何してんの普段この人ほんまに俺らが2人で見てた時はもう向こうでなこうお互いのみみたいなちょったりな、うん、子供は子供でじゃれあったりしてんねんけどそのおっちゃんが見たらギャーってその猿の一家がもう窓ガラスバーッて子供も子供もガーッて何してんねやろな普段まあもう恨んどんねん恨んどんねんって言うねんそのおっちゃんも言うねんやっぱその顔寂しそういやいやまあ堂々としてるよ堂々と恨んどんねんこいつそれはまあ恨まれるか俺もみたいなことやろな何があったんやそれああそういうなんか意外な面白さだったけどね動物園でおなるほどね猿にも手相あんねんで、うん、え猿手相あったで俺手相好きやんかいや初めて聞いたよそんなお前なんやねんびっくりしたびっくりしたわいや俺手相好きでもこの薬指の横のこの一番、これはなんていうお姉さん指お姉さん指薬指ねお姉さん指の下にね縦線があれば、うん、これ夢叶うっていうのがあんのよ縦線うんどな何関節らへん、根元根元根元、うんうんうん、だバットよく振ってたら豆ができるところのちょっと下に、うん、1センチぐらいの縦線はい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 ができるとあるとね、うん、夢叶うというの、はあはあ、でなんで俺がそれを信じてるか言ったら、うん、昔何年か前に占い見てもらった時に、うん、あんたお笑いやってたらなんとかなるわって言われてここ見てみうっすらとあるやろって言われてほうほうほう、うん、でやってたらまあちょっとずつ仕事の方がちょっとずつ増えてきて、うん、今見たらね濃くなってんねんお明らかにその時よりおだから俺それを信じてんのよ、うんうん、なその線だけの知識は入れてお、うん、で猿がワーンってこっち来た時に、うん、俺猿の手相バッて見てて足はあったあるもんなちゃんとあんねん生命線見たとかおでもこの指の下のこの夢叶う線はなかったその猿ああが復讐できへんや絶対そのそのおっさんの復讐絶対叶えへんや叶えへんかわいそうやな、この猿。リアルな手相してたで、ほんまに。